朝放送のラジオ番組、爆笑問題カーボーイ、TBS ラジオ、で、爆笑問題、太田光が、一部の芸人がアイドル化していることに苦言を呈した。これまで、当番組で太田は、お笑いコンビのウエストランド、井口浩之がファンの女性と同棲していることを何度も暴露していた。一方、井口は16日放送のネットラジオ番組、ウエストランドのブチラジ、&ブチラジ、ようつべチャンネル、で、太田が自身の恋愛事情を詮索してくることに困惑している様子で、人気商売なんで、彼女がいることがこうになって、ライブのお客さんが減っちゃう人もいるわけですよ、などとコメントしている。太田は、井口が、彼女がいるとファンが減る、といった趣旨の発言をしたことに不満があるようで、信じられないですよ、と啖呵を切った。さらに、何のつもりだ?ジャニーズか、お前は、などと怒りをぶつけている。太田曰く、自分の若手時代を振り返ると、当時からアイドル的な人気を誇り、女性ファンにキャーキャー言われる芸人もいたという。しかし太田はその潮流には乗らず、女子供のために、お笑いを、やってんじゃねえんだ、という思いから、恋人と同棲していることを隠さず、むしろ堂々と話していたのだとか。太田がそのような発言を繰り返したことでファンは減ってしまったようだが、当時は、そういうもんだろ。お笑いって、っていう、みんなそうだったじゃん、と芸人としての矜持を語った。ジャニーズが芸人化してるんだから、芸人がアイドル化したっていいんじゃないか。ウエストランドは面白くないし別に顔人気もない。多少はアキャー言われる面ならいいが、ウエストランドにはアキャー言ってる奴はだいぶ変わり者だし変に意識して隠すとかバカ。でもお前より歯面白いぞ。珍しくこいつの意見に同意だ。アイドル気取りの芸人何なんだよ。と思って1へのレス?読んでみたらやっぱりこいつがうざかった。暴露したいがために後輩の恋愛事情詮索とかほんとうざいし、潮流に乗るものらぬもそもそもお前はアイドル的人気ないだろ。遠回りに、有吉を批判してるんだろうな。それより司会用がジャニだらけ。芸人はこれ防げよ。見た目良くなっちゃあかんのか。ネプチューンを目の当たりにしてるからな。文化人ずらするお笑い芸人もうぜえがな。バカじゃダメってだけで文化人というレベルじゃないだろ。ほんとこれ。自称芸人の大半はただのタレント。なんもおもんないのにタイタンのバーターで出てくる歯並びの悪い猿か。アイドルかとかどうでもいいから面白ければいいんだよ。タイタンなら、ウエストランドより辻人なりの方がバラエティに呼ばれてる情けなさ。テレビ会社とマスゴミのお墨付きで容認放映しているんだろう。ほっとけ、ほっとけ。そのうちやらせの風景は消えてなくなるよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。随時更新していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。